the big mouth, listen for the doubting, call it. Thank you all for what you say to me. Look at every single need. If you got what I need, then oh, I'll take you on like a big deal. Legs you can hold for keeping the sun. Just keep me for God. どうも皆さんこんにちは。こんにちは。はい、我々 NKW、小金井市で活動しておりますプロレス団体でございます。はい、本日はねとてもお日柄もよく、はい、めちゃめちゃ天気がいいですね。はい、もうすごいスプレーをかけてるレフェリーがいますね。熱中症対策をしつつ、ご観戦いただければと思います。そして、本日は、キッチンカーの皆様、ご協力ありがとうございます。ぜひぜひ全てが美味しいキッチンカーでございますので、皆さんお買い求めよろしくお願いします。そしてですね、受付で、本日のパンフレット、そしてまた、チラシ等もお配りしておりますので、ぜひぜひそちらも行ってもらえればと思います。はい、ですね、で大変ちょっと、申し訳ない報告をしなければいけないんですが、本日、試合に出場予定でした、私ミスターマネーでございますが、腰を怪我してしまいまして、直前まで、回復を試みたんですが、どうしても回復することができませんでした。大変申し訳ございませんが、本日の試合私欠場させていただきます。小金井の星が、はい、でも、盛り上げることはいたしますので、声だけはいっぱい出します。頑張れ、はい、我々、そうですね、我々社会人をやりつつ、プロレスをやっております。なので、本当に、体がぶっ壊れてしまうともう社会人から引退ということになってしまいますのでね、はい、そういうこともありまして、はい、本当に、お客様には申し訳ございませんが、ですので、ちょうどいました、大島選手、そしてチョコ選手は いないですか、はい、ちょっとよろしくお願いします。今日は、3対2のハンディキャップマッチになってしまいますが、あとは頼んだぞ。おー、はい、そして他にもね、ものすごい、あ、チョコ、大島、頼むぞ、任せてください。絶対勝ってくれよ、はい、腰痛わって、はい、なのでということでね、他にも面白い試合がたくさんありますので、ぜひ最後まで見て、そして、キッチンカーで美味しいものを食べて、今日は一日中楽しんでください。それではただいまより第1試合を行います。選手入場。 NKW ハラスメント防止に関する宣言。私はハラスメントが NKW メンバーの尊厳や人格を傷つけ、メンバー相互の信頼関係を失墜させ、いては団体の健全性、そうですね、共同性を損なう宣言します。1、ハラスメントの定義を正しく理解します。大切な仲間を尊重し、絶対にハラスメントを起こしません。どういうことなんでしょうね。どういうことなんですか。そんなこんなね、動機を垂れられるためにね、プロレス見に来たわけではないと思うんですけども、
本当にこれプロレス始まってるんですか。大丈夫ですか。本当しっかり寄り添います。我々はプロレスを見に来たのであって、そのハラスメントをどうこうするっていう街頭のその何ですかデモに来たわけではないんですよ。ハラスメントを行った人間は必ず殺します。 NKW ハラスメントを許さない会会長GT さんです。さあそう入ってやっとテレビ明けお願いします。さあさあ入ってくれば、お来たぞ来たぞ、これがね、ハラスメント許さない会会長 GT ですね。ちょっと後ろにいるのが したのが GT 選手、そしてあのが入った永田凛選手ですね。本日はお暑い中お集まりいただきありがとうございます。どうも我々社会人プロレス NKW と申します。よろしくお願いいたします。で、我々タッグチームなんですけど、どういうタッグチームかって言ったら NKW ハラスメントを許さない会っていうのをやってます。あのですね、社会人団体なんですけども、本当に、ね、健全な、やっぱり最近話題になってますから、そういうのをやらないで地域の皆様に、ね、安心して見ていただけるような、そういった団体を作る基盤として、ね、やらせていただこうというふうに思ってるんですけども、我々ね、ハラスメントを行った人ね、養殖を割れたりとかっていうのはあると思うんですけど、我々の場合そんなに容赦しません。リング上でボコボコにします。社会正義を達成するためだったら暴力も厭わないという、そういったユニットでございます。はい、ということでね、皆さん、まあまあ聞いてで、そういった抑止力をね、やっぱり俺たちがいるからハラスメントできないぞって環境にするためにはね、俺たち強くなきゃいけない。そうするためにはどうすればいいか、まずは強さの証明、タッグベルトをね、我々取ろうと、目標にね、タッグベルトを目標に頑張ろうと思うんですけども、今回我々の対戦相手、なんと東北から外敵として来てます。石巻プロレスと早々プロレス、東北から超強いタッグチーム来てます。でも彼ら10時間かけて下道でここまで来てるんでね、多分ヘトヘトだと思うんで、彼らをぶっ倒して俺たちタッグベルト挑戦権、それを得たいと。そしてこの小金石からハラスメントを一切なくす、そのために頑張ってまいりますので、皆さん応援のほどよろしくお願いいたします。それでは対戦相手のカモシカイザー、そして山瀬ウラシカタック、カモンオーバーヒアー。来ましたか。本当にこの流れでね、なんか強そうな人たちが出てくるとあんま思わないんですけども、もうひねり潰してやるかと言わんばかりのね。そうですよ。さあ、どんな2人が出てくるのか。さあね、まあ、東京のお客さんがね、発見だということで、選手コールの方を行わせていただきます。
第1試合タッグマッチ一本勝負、青コーナー NKW ハラスメントを許さない会、161センチ57キロ、 GT。 173センチ78キロ、ニュージャパンプロレス、 NKW ハラスメントを許さない会、リトルブルージャスティス、永田龍二。続きまして赤コーナー175センチ90キロ、ソーソープロレス IWP、 ひばりが原の風、山瀬。ちょっと190センチ130キロ、石の巻プロレス、猛獣カモシカイーザレフリー、ジョー梶原。さあね、試合の方はどのような流れになるのか。リコン。団体所属選手の GT 選手、はいはい、今腕を取り返しました。青いマスクマン、縦髪がついた青いマスクマン、これがソースプロレス山瀬選手。いやいや、いや、おかげ、あれは馬なんですね。あ、馬なんですか。馬なんですよ。はいはい、まあ、今日は初見山ということで、はい、まあ、どういう選手か、田中さんにちょっと聞かせてください。僕はよく見てくれよ。彼はね、見てください、筋肉がすごいです。筋肉すごいですね、はい、まあ、GT 選手も筋肉すごい。そうですよ。あ、そしてここは、はい、もうキャリアもだいぶあるんでね、やっぱ。そうですね。まあ、それだと。そしてキャリアで言えば、130キロの鴨志田選手、そして、78キロの長谷隆一が、アラフォーの長田選手が出てきました。おっ、シュッ。さあ、いけいけ。さあ、おお。やっぱ体重差はありますからね。いや、でかい鴨志田選手がリングの真ん中にいるから、そうですね。これ上がるんですよ。確かに、これはもう、お互いに、ただね、やっぱカモシカイン角がまだ元気ないですから、これまだ本気出したいと思います。こちらの選手を紹介させていただければと思います。はい、パンツ、今体を振る長田龍二選手、そしてカモシカイン選手、すごいですね、あれはすごいですね、大きいですね、本当。さあ、まさにプロレスラーといったタイプ。そうですね。そうですね。それよ、それよ。あ、まだ、あ、どこだ。来た。どうしたの？足を払ってから。何？よっ。うわー。あ、もうさ。みんなが顔面に開いてるぜ。さあ、そしてフライングメイヤー。ちょっと。相手を押しましたね。どうにか調子いいんだけどね。はい、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 は
んですけれども、またこの体格差がえげつないですよ。だって GT なんて57キロしかないんですからね。Yeah.
警戒なこっちから、そして裸締めですね。行くな、行くな。人気選手はですね、しかしロープレイクですね。ダラス、次来るぞ。ダラス、次来るぞ。そして膝、すげえの入れた。お、なんだなんだ、ダブルダブルダブル、おい、レイブレ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 、ハラスメント、コンテンツ、おい、ヤマセがコンテンツ、まして第2試合シングルマッチ一本勝負を行います。選手入場。Come on!
前の墓場に刺してやる、そんな経緯が忍びなのから伺われております。試合に先立ちまして、この試合には、勝利者賞として泡盛が贈呈されます。泡盛だリングの方なんで泡盛がなんですか。酒か酒か一生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 、ね、よし、大酒飲みということ。なるほど、最高の賞が、ね、贈呈されます。すごいですね。それでは、選手をコールさせていただきます。青コーナー177cm 88kg NKW 所属高津が如く木戸実。赤コーナー173cm 100kg 成り上がり所属マキシマムドライブ有地明憲。レフリー一つ上の正弘。どっちも髪の毛がない、まあ、あるけど、そうですね。自分から自分から。さあ、もう。やっぱお酒がかかってるんで真剣ですね、二人とも。そうですね。首。ゲストにはね、先ほど、リンク上がっていただきました。マタユさんが来てくれております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。紫、写真よりもなんか優しいし、紫頑張れ、ちょっとね、紫やめよう、リング上の2人がもういいやつ、ちょっと強烈、待って待って、なんでさ、これはいいやそして聞いてますね、えいしょ、ごめんなさい、映せないんだよね。さあ、あらもうすごいですね。こうキングしている選手が有地選手と。はい、黒の紫、そして赤の刺繍が空いてる。チームが。持ってる持ってる。使えせ使えせ。
まあこれ痛いですよ。ヘッドバット、はい、この白いこっちの木のミノルはもう本当ヘッドバットが相当痛いですから。相当痛いみたい。そう、あとやっぱ後ろにも目がありますからね今日。アリジー頑張れ。目なんですよ。後ろにも目がある。100目小僧、はい、妖怪100目小僧だ。木のミノルの相手聞いてる。これは強烈、たまらず場外。今の音が聞こえましたでしょうか。そうアリジーの方へ行ったアリジーアリジーとアリジー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 こんなの見たことないですよ。破片棒が飛びます。あれこれで頭をかいた。すごい剣道流す。これそうですね。あっあっこちらね、あの現場にはちょっと又吉さんがいてますので、又吉さんにセコンドついてね。はい、現場の又吉さん今どういう状態でしょうか。危ない危ない。さあ折れましたね。本当ですよね。アリスさん、すごいすごい。アリスさん、さあね、今リング上リング外ではビックリキングランプリが開催されております。すごいですね。アリスさん、アリスさん、こんなにベビーフェイスか。こんな見た目をして、やっぱベビーフェイスは。アリスさん、アリスさん、頑張れ。顔がかっこいい。でももうね、すごい満身創痍になっちゃう。行きます。レフェリー、レフェリー、はい、チャンスチャンス。上下の声が聞いてますね。そうですね、やっぱちょっとね、外場がもう3本受け止めてるわけですからね。アリスさん、背骨に見えるもん。おー、これはボール。いやでも本当、ね、アリス頑張れ。お酒が絡むとやっぱ人ってここまで変わるんだなって思いますね。カットも勝ったら泡盛りだ。頑張れ。ちょっとアリスさん、そうだ、沖縄で勝ったぞ。泡飲め。さあ泡盛り、またよし、またよしよりも、ね、アリスへの元気が飛んでおります。おないの、ノミネーターか。さあ、おないの。出るノミネーターや。お、こらえましたね。ちょっとアリー戦に返します。おの、やれ。おチャンスチャンス、アリさんチャンスだ。どんどん行け。強烈なスプレックス決まりました。チャンスチャンス。ああ、カボチキ。ここで。どんどん攻めろ攻めろ。終わりだこの野郎。終わりだ。アリさん。おお、これあぜ。これも。うわあ。背骨折っちゃうじゃんか。背骨が折れる。ああ、ちょっとこれ反則ですね。目を。お、返しちゃった。今度折るだ。ああ、これはね、あれ、ダーッ、ダーッ、うわ、危ない。何ですか、これは。ドミネーター、炸裂。さあ。改めて、サイドスープレックス。やっぱ危険な角度。ホールか。違うの。わあ。ただちょっとね、ダメージ。あやけて。大きいか、立てるか。頑張れ。あれダメージあるか。さあ、頑張れ。これは。アリジー返せ。おお、アリさん
んで。そうですね。頑張れ。青森あるぞ。そう、青森があるぞ。頑張れと。さあ、頑張れ。これは、おっと、また。なんだ？これは必殺のシベリア送りってやつですよ。シベリア送り。はい。こっからシベリアまで。そっちから行けるのか？行けない。おお。サイドキック。うわ。顔面ぶえつぶしてきましたよ。さあ、ちょっとこれは。すごい刺激でしたね、最後の刺激。風がかかると強いな。本当ですよ。本領っていうのは場外で凶器を使って俺をボコボコにしてた、そういうところだと思います。今回は自分のね得意なガチンガチン殴り合いのリングに立ってもらって、それでそこでの勝利なんで、これが完全な勝利だとは思ってません。いずれもう一度戦いたいと思います。その際は皆さんもご観戦よろしくお願いします。皆さんといえば最近何かしら僕よくわからないんですけども、周りがごちゃごちゃしてるらしいじゃないですか。でもね、レスラーとしてね、負けた俺がじゃない、勝った俺がもう一回戦いたいと思うようなレスラーだということは誰よりもこの俺が保証します。俺だけじゃなくて彼にも温かいご声援よろしくお願いします。最後にもう一つよろしいですか。3日前、僕の友人夫妻に赤ちゃんが生まれました。で、自分にできることは何かっていろいろ考えたんですけど、皆さんの力をお借りしてもよろしいでしょうか。なんだろう、その子の名前はケイちゃんと言います。俺もケイです。ケイちゃん、皆さんで K-E とコールしていただいてよろしいですか。 OK、 いきます。 K-E 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 K-E
します。さあ、ちょっとね、ダメージがすっごくですけど、お酒飲んで元気になってほしいです。はい、アルミ選手の熱いマイクでした。ありがとうございました。では、アナウンスの方をお願いいたします。トリトン試合 NKW クルーザー級選手権試合、選手入場。あ、ギター侍が2人、ははははは、あ、チューニングしております。チューニング、マスター行きましょう。ワン、ツー、スリー、フォー。痩せ我慢ばかりで、もう半年過ぎたが、何が変わったか、誰を愛したか、ありますね。じゃあいらないじゃんって思っちゃったんだけど、まあなんかあるんでしょうかね。はい、さあ続いてはこの曲といえばね、あの待ってよ、この曲が流れた途端に空が曇ってきました。ああ、やっぱこれは何かの暗示なのか。さあこの試合に対するこれさえ船学園はちょうどいい気温。そう、はい、ただやっぱこのこのチャンピオンが入場するとき、あ、ペナーキューさん熱いますよ。あ、来ましたね。危ないから椅子を持っております。あの白いベルトがね、 NKW クルーザー級王者になります。あ、危ない、椅子が駆け込まれました。第3試合 NKW クルーザー級王座選手権試合、ハードコアルール一本勝負を行います。青コーナーチャレンジャー、今夜のギター侍、エルギターザメライ。赤コーナー第20代 NKW クルーザー級王者、XGF マネーファミリー所属、自称謎のアメリカ人、サンフランシスコザビエル。さあ、ゴングを待たずに来ちゃった。そうですよ。しかもなんかさっきね、ギター弾いてた優しい人が乗ったギター侍からね、まだまだぶつかってきます。さあね、さあこわちょっと乱戦模様であります。陸上こちらも本部を開催しております。さあ張り返せ張り返せ。さあキックパンチ乱れ込んでおります。さあ、お、でもね、侍が、おー、さあ、おお、すごい、かっこいい技出ました、かっこいい技。さあここで、あれ、もう行ってっちゃった、ね、危ないですから、危ないですよ。
ー級選手権なので、はいはい、あの凶器は使用しちゃダメなんですけど、でも今回はね、なんか両者の意向のようなハードコアルールでね、試合の方は行われると、まあ、ってますよ椅子等々破片が飛んでくる可能性があります。お客様、席をお立ちになってください。さあちょっと危ないんでね、セコンド入って、セコンドちょっとあとジェラートやつ危ないんでね、はい、もあのキッチンカーだけは管理しちゃってください。梶原さあ、こっち向くな。さあ、選手を見てください。さあ、梶原も行っても立ってもいられず、お客さん、明日は我が身ですよ。選手が飛んできますよ。さあ下がって、あ、荷物持ってさあ、とんでもないことになっております。さあ、ちょっとマイクもですね、近くに行って実況したいと思います。向こうは多分見えないんでね。ちょうど今、タコッタさんの前で場外乱闘が。ザビエル、侍をどこに連れてくんだ。みんな離れて、危ない。パイプイスを持って、下がって、お子さんには気をつけます。危ない、下がって。車を壊さないでください。なんだ、ザビエルが上に。何をするんだ。ホーリーシットコールが出ました。すごい、ザビエルのハイフライ、トラック上からのムーンサルト。まともに受けたギタージョブライはかなりグロッキー状態ですね。そして背中にストンピングの嵐。そしてまたもやパイプ椅子を持ち出したザビエルは、かなり強烈なパイプレス入りました。そしてなんだ、ギロチンドロップ。ちょっとなんだ、ここであれはマスター木村がなぜか切ったの。スライディングキック、これなんだ、ギターを弾けば、はい、こちらのお客さんもね、ぜひ近くまで行ってみてくださいね、はい、ギターでアップか、プロレスの近くで言うのが一番面白いですよ。危なくない距離で近くまで行ってみましょう。お客さん同士気をつけてください。危ない、みんな侍を応援するんだ。戻りますか。これも完全にハードコアルールですね。おお、すごい浮遊感。さあ、レフェリー梶原がやっと仕事をしましたね。カウント2です。しかしどうなりますか、ここで。ああ、84の字型で右方入りましたね、ここで。おっと、またここでギターでギターの方行け。6をひっくり返せば9になるみたいな感じですね。6を9、わーっと若干今8を横にすれば無限大っていう話も出てましたけども、ギターパワーが音でどうにか元気づけようとしております。音楽の力は偉大なのか。なんだ、ここで何か話してますよ。さあ、土下座をしております。誰で謝ってるんですか。いや、立てば
はいいんですが、そうもいきません。四つんばい状態四つんばいのままどうしちゃったんですか。固まっちゃいましたね。固まらない。すごいですね。あんまりプロレスで太ももを描いてるシーンないですからね。とんでもなく効いてますよ。さあ、菊池をつかむゴング、今空振りしました私。とんでもない試合になっております。はい、レフェリーカウントは大きな声でカウントお願いしますね。ストンピング、コーナー対角から決まった。コンコードキック、なんだこれは。 ボーリングの球で持ち出すんじゃないですか。お、なんですか、なんですか、そんなサウンドパワー、サウンドパワー、サウンドパワー、待ってください。ちょっと待って、ちょっと待って、キャタツが出てきました。キャタツを、キャタツを持ち出したぞ。これはハードパレードですから認められるということですか。この感じ、はい。そしてな、どうしてるんですか、これで動けなくなってますよ。閉じ込められてしまった。あ、さあどうなりますか。さあ、ええ、さっきから言われナスが合うのでしょう。梶原、狂気、さあ狂気が認められております。フロムコーナー2、コーナーが決まった。フロムコーナー2、キャタツ大丈夫でしょうか。サトライ、ちょうどね、ちょうど食らって、あー、キメラのギターが入るんで、いいブリッジみたいになってますよ。なるほど、はい、あのボーイズみたいになってますね。なるほど、ボーイズ漫才というか。肋骨が折れたんじゃないですか。もう肋骨、あばら、何本目かがいってるかもしれません。そしてまたリング中央に、おっと、何ですか、何ですか。コーナーに乗せましたよ。コーナーに乗せて、さあ抵抗しております、ギター侍。変化して、リーチ、リーチましたね。サウンドパワーを出しました。ギターパワー。そして椅子を持ちました。ギターパワー。パワー。椅子を持ったギター侍が。当たるから。なんだなんだ。お、渡ってそこに。うわ。なんだ。コーナーまで持っていましたよ。いやー、こういうフロムコーナー、トゥーコーナーもあるんですね。そうですね。アウトパワーホール、一気に侍、形勢逆転するところか。さあ、これね、押さえて指なんかも痛かったりしますから。そうですね。侍、攻めろ。ここで攻めどきですよ。おっと、これは、脚立を、今度は脚立を自分で使ってやろうと。さあ、あのキャタツってね、あの一番上のところに立っちゃいけないんですよね。そうですね、はい、使っちゃうとあの現場ではいけないんで、ね、はい、現場ではいけないです。本当皆さんもこれだけ覚えて帰ってください。はい、レフリー支えて、またいでの使用も禁止です。またいでもダメですが、さあもう一人ちょっと補助が必要ですね。さあ、どけ、なんだ、なんだ、2人かと思って、3人でやることだったら2人になりました。起きた、そしてあのロープの中にはワイヤー入ってますから、すごい硬いんですよね。ワイヤーに顔面打ち付けましたよ、ギター侍。なんだこんなこと、ギターの弦がね、弦みたいなのがいっぱい通ってますから。なるほど、これもとんでもない衝撃が顔面に来ました。さあ、またこれはですね、侍が不利な状況になっちゃいましたね。そうですね、単発では返してるんですがね。これはやっぱりチャンピオンのね、試合運びがうまいってことでしょうかね。そういうことですが、待ってください、待ってください。ロープを切ってよ、デスティーノ。さあ、10分経過。試合時間10分が経過しました。おい、ダウンカウントだろ、ダウンカウント。サウンドパワー、サウンドパワー、もうダメなのか。サウンドパワー、返すか。おお、さあ、サウンドパワーまだ打っております。レフリー立てないから、チェックだ、チェック。動いてる、動いてる、動いてる、立つ位置があると見合わせてるでしょうか。
ダウン。あ、ダウンです。立て立て。ワン。立て立て。ツー。ツー。マジ？サウンドパワー。スリー。おっとボディスラムセットアップした。うわまた椅子が。さあ本当に椅子以外の攻撃がないのかってぐらい。もう一回か。サウンド逃げて。ムーンサートプレスがありますか。こうなんだ。エスケープ。受けた受けた受けた。さあ見事に避けました。サムライ行けるのか。か、何かある、こっから。お、いや、裏何かがあり、裏、垂直落下式。ボールだ。ボール。2.9。レベルチェック。キングハムロック、地球ハムロック。腕を決めてますよ。腕を決めてますよ。左のアタックセットばかりに。レベル勝つのは違うんじゃないか。下から膝で切り上げます。入ってますね。入ってますよ。入ってますよ、これは。レベリー確認して。ああ待ってたもう。下からの膝で切り返しました。チャンピオンやっぱこの辺が上手いですね。チャンピオン来るぞ来るぞ。サムライサウンド。サムライサウンド。お互い満身創痍。出たとこ勝負となってまいりました。これはトップロープに登った後のトップロープに登ってまさかあの侍といえばダイビングのヘッドバットが椅子椅子椅子逃げろ。そしてフランケンシュタイナー超危ない角度で入りましたね。今大丈夫でしょうか。腰持ちましたよ。さあ、お互い大丈夫か。お互い戻っとろう。さあ、ノーペインノーゲインとは言いますが、そしてまたもやはしごを。サウンドパワーサウンドパワーサウンドパワーどうした。開いてみろ開いてみろ開いてみろ。漫画家のパワーか。サウンドパワー強烈に刺さりました。力士ドライバーサウンド力士ドライバーもうダメかもしれない。サウンドパワーだ。待ってください。セコンド非戦闘員がさあサウンドパワーの顔がなくなりました。サウンドパワーのサムライクースサウンドパワーを取り戻せ。さあ急速攻撃ローブローが入りましたよ。そしてとんでもないパイドライバー一回転しましたよ。カナディアンデストロイ。あんな技見たことないですよ。さあ謎のアメリカ人ですからアメリカンデストロイですかね。なるほど。もっとカジュアルだ。ダメ。いい動きをしてる。ダメ。やばい。待ってください。さあ両親が押したら入った。ダメ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 ダダメだダメだ。さあ、元のヤスピックもびっくり。なんてことだ。さあもう手足に力が入ってないですよ両者。リング中央。いかん。
52秒、15分52秒、 L ギター侍、 L ギター侍選手の勝利となります。サウンドパワー、サウンドパワー、サウンドパワー、サウンドパワーでなんとかなりましたよ。最後はそういうサウンドパワーの効果って感じで、新チャンピオン誕生です。15分52秒、激闘でしたね。よかった、マスターも、マスター木村にもよかった、ありがとう。マスター、マスター、サムライ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 、マスター、サムライ、大きな拍手お願いします。大荒れの第3試合、新クルーザーチャンピオンが誕生しました。半年過ぎた、かなり激しい試合でしたね。マスター、サムライ、強かった、ハンドパワー。さあ、リング上はですね、飛び散った凶器の破片が散乱してますので、すいませんが、レフェリーの方はですね、ちょっとお掃除の方をお願いしますね。破片が飛んできたぞ、今破片が。リング清掃のため少々お時間をいただきます。リング清掃のため少々お時間をいただきます。すごい勢いで破片が弾丸のように飛んできましたよ。いや、すごい試合でしたね、第3試合。いや、もうハードコアな感じですね。はい、ただいまの試合は LKW クローザー級王選手権シングルマッチ一本勝負でございました。挑戦者エルギター侍選手が、悲願のクルーザー級王座体感ということで、素晴らしい激しい試合でしたね。はい、さあ、ただいま、リング調整、リング清掃のため、少々お時間いただいております。しかしね、こんなことがどんどん起きますから、本当に大変ですね、皆さんも、お客さんも大変ですね、本当に水分補給、しっかりしてくださいね。そうですね、あのビールとかコーヒーだけでなく、しっかりお水を飲んでくださいね。はい、少し でもちょっと日が、そうですね、だいぶかげってきて、風も強くなってきましたね。あの紫外線はね、こういう時も容赦なく照りつけてきますから、こういう時の方がね、はい、熱中症の可能性が高いって言いますからね。ありますから、本当に口酸っぱくしていますけど、お水をしっかり飲んでください。少しでも体調悪くなられた方は席お立ちいただいて、はい、周りの近くにね、いる人に言うとか、まあ、涼しいところに避難するとか、各自気をつけてください。はい、試合の間にですね、ケータリングカーの方で、そうですね、キッチンカーもございますので、はいはい、それではただいまより第4試合目6人タッグマッチを行います。選手入場。緑の5本に飛ぶ飛ぶ日、赤目のダルマのおじき、人間発電所が発射が大怪我の方ではない、大怪我ではない、大怪我ではない、はい、これでよく男の子をこうやって踊ってる動画からね、バズってましたけど。さあ、真っ昼間の公園で人間発電所が流れておりますですね。ブッダブランドの方ですか。ブッダブランドの方なんじゃないですか。方なんですか。あれ、ニップスですか、前にいるの。あ、変な IPPS、ヒバキキサングラスがよく似合っておりますが、あの選手は何ですか。あの選手は、ユーザパンチです。ユーザパンチ、はい、左手後ろからついてきた、シュッとしている選手がベッピー選手ですね。ベッピー、はい、ベッピーっていうと、あのスターフォックスの方にもちょっとなんかマイクを要求しておりますね。
先週、まあこの中にはいないと思うけど、栃木や愛知で俺のことを見たって人は、このことはゼロワンには内緒にしてください。一部大爆笑してますね。本当に内緒にしてほしいやつですよ。ダメですよ、タグとか違う。この試合はだいぶ前から決まってたんです。正直某リングアナからのオファーが急に来てしまったせいで大会参戦中に NKW に出るという前代未聞なことをしてしまいました。ノーツイートですよ、ノーツイートでお願いします。突然オファー来るのはよくあることらしいですからね。まあそれはさておき、今回試合が始まる前、ミスターマネーが腰を怪我してしまったと、そう発表しました。あれはただの怪我ではありません。すべて私の作戦です。実は昨晩、この俺ユーザーパンチと協力者一人によってミスターマネーの寝込みを襲いました。今日はそいつを助っ人に呼んでます。カモン。誰だガタイがやたらいい。誰ださあ誰なんでしょうか。パンチと同じぐらいガタイいいですか。背丈で言えばパンチが上ですか。ただ厚みは負けてない。紹介しよう。ブレイザー軍団メンバー2万人の中で最も強い男、マスクのブレイザー。マスクのブレイザー。そして今回 AZW ハッピーステイツから新たな団員ベンビーが来てくれました。これ先輩の悪さです。そしてブレイザー軍団の仲間の証はこの T シャツだから、これ着てくれ。入ってないすごいことが起きてますよ。先輩からのこれがハラスメントですかね。会長、あーなんか曲もかかってきましたね。あれですね、あの体格のいい2人組に細い男子が襲われてるっていう。なんでも沈めてくる。おーっと来たな。完全に KI 若松ですよ。そうですね、完全に KI 若松。完全に PWC になっちゃいましたけどね。いや、そこはジミーハート行きましょう。ジミーハート、はい、白黒のジミーハートだ。確かに、あ、ペッパーの感じのジミーハート。そうですね、スピーカーのジミーハート。さあ、入場してきたのがミスターマネーと、そして、紫色の髪型、長髪の髪型をしているのが、チョコバトラー。チョコバトラー、はい。そしてもう一人ちょ姿が見えませんね。どこ行きました。どこ行きました。あ、いましたね。あの白黒の、ショートパンツ履いているのが、ペル大島。ペル大島、はい。まあ、完全に NKW の正規軍ですね。そうですね、はい。ということは、まあ、対抗戦みたいな感じで。そうですね。うわ、シングレット姿ですよ。そうですね。なんかあの名勝負と名勝負にいそうな。あーなるほど。ちょっとじゃあカーマみたいな感じで、ね、あの100% マシンみたいな。あー早くどこ行った。フェンスが あっちの方にも。そうですね、いつもやっぱ長い。入場曲あと1分半しかないんですか。入ってますかこれ。さあ、ま
ットレスパーク2024、本日は土曜日、ここ東京都小金井市よりお送りしております。カジノ公園よりお送りしております。ただいま行われる試合は6人タッグマッチ変更となりまして、ハンディキャップマッチですね。さあ今リングインしてきたのはチョコバトラ、そしてテル大島。さあそれでは選手のコールを行わせていただきます。ただいまより第4試合目6人タッグマッチ一本勝負を行います。182cm110kg NKW マネーファミリー所属、第38代 NKW モストデンジャラス王者、スティーリングスティールドリーミングユーザーパンチ、188cm65kg 成り上がり NW ハッピーステージ所属、チェリーボーイドーパンとベンビー、身長体重不明マスクのブレイザー、赤コーナー 170cm70kg NKW 所属、スーパースターチョコバトル、175cm83kg シーダウピー所属、アクシデントプロバディキットテルオーシマー、さあそして試合は乱入が始まりました。奇襲が始まりました。ミスターマネー大丈夫か、牛が爆発してミスターマネーが襲われてます大丈夫か、セコンドは大丈夫でした、この試合中中セコンドカウント取るよ、はいカウント、エゴン、さあカウント、さあ場外カウントが進みます。3、試合開始からこんな感じになってしまうと、はい、ハンディキャップマッチです、はい、青コーナーが3人、赤コーナーが2人、まあ、数的不利な状態なんですけれども、まあ、それをどういかに崩していくかという戦いになると思われます。現在攻められているのがテル大島、赤コーナー側、そして今攻めているのがさあ NKW 名物、どこを見たらいいかわからない現象が発生しております。いけるぞ、いたわってさあ、さあ、あの人に誰か杖を、あの人に誰か杖を、強烈なボス、マスクのブレザー、下半身の太さがすごいすごいですね。さあそしてタッチして入ってきたのは NKW 所のベンピー、ベンポー、おーすごい細いですね。おっとおっと、あれだよ、あれだよ、あれだよ、ダメだよ、ダメだよ、強を持ったおじいさんが乱入してきました。ワン、ツー、スリー、フォー、危ない危ない、そっち、そっち、反則をしているのは青コーナー側なんですけど、危険な方に見えるのは赤コーナー側という現象が発生しておりますね。出る、頑張れ。そして今攻めているのがユーザーパンチ。さあ現在の NKW モストデンジャラス王者ですね。腰で攻めていきます。そして腰で攻めていきます。昨日ミスターマンの寝込みを襲った時もこんな感じだったかもしれません。出る、頑張れ、出る、顔日焼けしてるぞ。ユーザーパンチが、これは実感、体力を奪っていく作戦かもしれませんね。カウントは2、テル大島ちょっと捕まってしまってますね。そうですね。そして入ってきたのはこの謎の白覆面マスクブレイザー、腰から背中のあたりをね、だいぶ狙われてますね、はい、そうですね。テル頑張れ、デストロイヤーみたいな、テル頑張れ。さあそしてボディースラムか、これはすごい、いやマスク、そして続けてボディースラム、スクラッシュ決まった。まあ、マスクブレイザー NKW 初登場なんですけど、かなり実力者かもしれませんね。そうですね、インパクトも強烈。そうですね。そしてはい、セアコーナー側タッチワーク早いですね。おっと、トンピングの嵐、おっと、顔面、おっと、おっと、これ苦しいぞ、苦しいぞ、コーナーだって。さあ、ベンピーが、あっ
さあ、先輩がですね、先輩のテール大島の画面踏んでますね。さあ、この辺りで人数の、ね、差が出てるんですかね。そうですね。ああ、しかしこれですよ、テール大島。下からの突き上げ。テール頑張れ。そうだ、頑張れ。テール頑張れ。頑張ってほしい。さあ、そして、弾いてからエルボー。さあ、エルボー。打て打て打て。若い2人による、まあ、エルボーですね。さあ、エルボー。パチンという音が鳴るのがテンプの方、しかし重たいのがやっぱテンプの方かもしれませんね。いけー、そしてあーそうですね、青木の中のロープにパンチ高いですね。さあ、ユージパンチなのかフレイザーなのか。ユーザーパンチがブレイザー軍団のトップなんですね。ああ、そう、ブレイザー軍団っていうのを初めて聞きましたけど、そんなのがあったんですね。おっと、また背中を狙ってますよ。背中にエルボー。ユーザーパンチ、多分この中で一番重たいので、のしかかられるだけで相当きついものがあると思われますね。100キロ超えているんでしょう。わあ、すごい高さ。頑張れ。いいですね、反動をつけて。さあ、そしてこのユーザーパンチ独特のボディスラムしてからの一泊、消えるぞ。独特な間がありますね。そうですね、この間っていうのはこの選手の最大の特徴かもしれませんね。この中ではね、ベテランになるんですけども、それでグリーンボーイみたいな扱いを受けております。そうですね、テルがかなり今厳しいローンバトルを仕掛けられている状態。これはこれでバックだ。そして打点が高いパンチ。そして帰ってきたところにハードコアを押し借りだ。そうですね、ハードコアホーリーはドロップもないですからね。5分経過、5分経過、ダッチダッチ交代したいですね。そうですね。さあ、帰ったテレグルチョコバトラー、チョコいけ。さあ、全 NKWA 王者チョコバトラー元気いっぱい。そしてバックルも串刺し、そしてハイキック。しかし、深い下はベッドラー、うまい。股間に入りました。そして今度は今度マスクの上に一周しましたね。チョコバトラー勢いがあります。さあ、どんどん攻めていきますね。踏んであげろ紫。さあ、そしてブレンバスター。あ、ここはリング内残っていたマスクレンバーがカットしましたね。誰だこのレフェリー。あー、うわーリフェリー、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 誰だうわっうわっ。そして重たい口刺しが最後、そしてここがヒーロー、バッテルを、そしてボディ口刺し、ボディプレスからからのブラックホールスラム。あと、しかしレフリーがホールに、あー、レフリーホールに気づいたんですけど遅かったですね。カウンター2、今の連携は完璧に決まったんですけれどもね、まあ、好き勝手やったせいでレフリーになんか聞いちゃいましたね。そうですね。さあ、そして再び状況が悪くなってしまった赤コーナーが三つ子のヘルバー、三つ子のヘルバーかと思ったんですけどね。チャンカー、チャンカー、チャンカー、素晴らしい道のドライバーでしたね。そしてその後、そして痛めつけるようにスイーパー、スイーパーフードなんですか。ジャストスイーパーフードではありますが、とんでもない威力がありますよ。そしてタップアウトさせちゃうかもしれませんね。さあ、そしてエルボー、どうですか。またフナックリバート。そしてそこからフロントネックロックですか。さあ、ダック避けて避けて、ジャンピングビッグウッズ、クレイモア、カーラーブレイザー。さあ、そしてエルボー一発、そしてもう一発、上にエルボー、エルボー、エルボー、エルボー。さあ、強烈なエルボー。しかし、チャンカー、そして再び道のドライバーいけない。スクールボーイ、ボーイ。さあ、カウンター2、そしてなんとか戻ってきた、なんとか戻ってきた。そして帰ってきたテル大島、さすが的にフリーをここで達成できるか。さあ、テル大島、確かに実力者、元 CWP チャンピオンが。さあ、串刺しにしてエルボー、エルボー、エルボー、
弱ったマスクドブレイザーに何発も入れていく。そして体格に切って何を狙うか。おー、これはなんだ。ステップ式ドロップキック、初めて見ましたね。さあ、そしてそんな技が出て、おっと、これはお得意のフォアハンドキャリー。いや、しかしまたまた、ジャーマンか、ジャーマンいきますか。いや、いかないいかないいかない。ジャーマンというこのドテルをします。しかしマスクのブレイザーも投げるのか。バックの取り合いだ。いやー、押しまないから、切れるか、切れるか。うわうわうわ、いっとやり返せ。ブレイザー大変重いですね。いいかよ、おしま。さあ、両者足を止めての打ち合い。うわ、やり返せ。どっちが勝つか。うわ、エルボー。さあ、叫んだマスクブレイザー、気合を一発。そして、いや、しかし勝ってる、おしま。うわ、いや、マスクブレイザーついていく。両者して、おー、切れた。どっつき合いだ、どっつき合いだ。うわ、さあ、どっつき合いした、電車が通った。さあ、エルボー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 、さあ、マスクのブレイザーが、ゼロ距離でのラリアット。そして、今度は倒していった。強烈に倒した。うわぁ、さあ、手を押しまう、エルボー、これは攻めていきたいところ。しかし帰って、ショットガン、出る、大丈夫か、一人やってるか、正面のキックが決まりました。出る、両者タッチに行きたいところですかね。そうですね、お互い効いてるんで、下手したらダウンカウント。ダウンカウント1、2、2、足場戻してこい、3、3、さあ、ダウンカウントが出ました。そして、さあ、この NKW を争ったもう一人、当時はチャンピオンがチョコバトラー、そして挑戦者ルカパッチ。あの時と状況が今とは違いますか。捕まってしまった。捕まえてパワースラム、チョコ。そしてパワースラムに叩きつけた後、もう一度ブレイザースター。もう下ろしてくれ、10分経過、さあ、10分が経過。チョコバトラーがブレインバスターで投げられてしまいました。チョコ耐えろ。そして今度もう一発いくのか。いや、しかしいかない。エルボー、エルボー、このエルボーは強烈なローリング、エルボー。さあ、そしてチョコバトラーがもう一発エルボーを投げ押し。いけ、チョコ。今の半回転がね、あの回転がきついんですよ。そうなんですよ。そしてコーナーに登って、コーナーに登って何を狙う。おっ、さあ、ダイビング、ダイビング、ダイビング。そして、あ、ここで畳むか、畳みかけるか。あ、チャイロンとしてた。そして、ランドランドランド、さあ、ランドランド、ジョカー、全体的なチャンス。さあ、そして、そうだ、ね、そうだ、決まった。ほら、決まった。さあ、分断が不十分でありました。無理、ラッシュだ。そして、今度はボディスラム強烈。ボディスラム出すぎ、強すぎ、ボディスラム。さあ、逆走サイコリーからの、もう今度はスクールボーイで切り返し、そして、コンプリートショット。そして、ベンピフリカ・アリザワ。あっと、これは、あっと、うまく分断しました、分断。さあ、そして、場外。やったー。さあ、残されたリングに残されたらチョコバトラー。うん、よっしゃー、ウーが決まった。ボディアーズ。そして、いやジャーマン狙う、この巨体を。いや100キロ超え、大チームだ。これはザハードだ。ヤザハード、よそ見をしてました。ダメだ、ボディプロッシャー見ない倒れ方があります。もう終わりだ。さあ、狂気を使った。さあ、狂気を使いましたが、ジブヤさん見てみない。そしてどうなってるんだ、これは。じゃあ、さあ、まさかりが決まった。
スリー13分11秒、ユーザパンチ選手の勝利です。いやこれは一個も残す結果になっちゃいました。さあとりあえずセコンド止めました。選手の近く大変危険です。
ック感がありますね。アドレスサングラス。ファイナル NKW タッグチーム王座選手権タッグマッチ一本勝負を行います。青コーナー挑戦者チーム、身長体重不明 NKW 所属、裏切りキング2世カオスストリークボーンジュニア。同じく挑戦者チーム、171cm 95kg、 CWP 所属、 e スポーツアスリート上野バラーキー。対する赤コーナーチャンピオンチーム、169cm 72kg、 NKWBB ボーイズ所属、第18代 NKW タッグチームチャンピオン、独走ギャングスターロフパイプ。同じく赤コーナー 173cm 77kg、 NKW 所属、第18代 NKW タッグチームチャンピオン、キングオブポップコーンマイケル白書。レフリー Thank you、 いいぞ進行 Thank you。 さあということで、本日のセミファイナルがNKW タッグ王戦が行われようとしております。チャンピオンベルトが返還されます。負けんな。タッグ王座が返還されました。この試合は NKW が認定する NKW タッグ王選手権試合でございます。挑戦者が青コーナー、チャンピオンが赤コーナーです。さあ対戦するのは、おっとコスチュームが似ているな。どうしよう。青コーナーが上野バラキ、そして赤コーナーが池白書ですね。ロン毛の方ですね、赤コーナー、はい、ラゴン。さあゴンが鳴りました。上野、上野、アクションアクションアクション。さあ皆様にね、アクションアクション。何ですかこれは。今リング上で何が行われてるんですかこれ。さあちょっとコスチュームが似てるんで、あの分かりにくいかもしれませんけど、今コーナーに押し込んでる方が青コーナー、上野バラキ選手、押し込まれて両手を上げてる方がマイケル白翔選手、チャンピオンチームですね。両手を上げて、あ、ややこしくしないで。ロン毛の方、ロン毛の方が
マイケル・ハクション選手、あの縦の線が入って白い2ブロックが入ってるのが、そう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 、ちょっと2ブロック入ってる、あーとグローブがつけてる方が挑戦者、もう一度同一人物で、さあ、ハクションエルボーが、ハクションエルボー、これですよ、真骨頂、ハクションエルボー、今花粉飛んでるから、今花粉飛んでるから、さあ、ハクションエルボー、2発目、いいぞ、ハクションエルボー、あ、上野選手、効きますね、もうエルボーじゃない、直でね、これ、おい飛沫がね、そう飛沫感染一番良くなかった、ね、そう1年前だったら許されなかったです、ね、まだリケルだからね、うん、まあギリギリあんまいじっちゃいけない戻れよ、何してんだよ、あそうですね、あそうですよ、そうですよ、前回ちょっと怪しい動きがあったんですよね、おいうるせえな、でこういったタクワークといううまさはね、やっぱりカズサリーマンジュニア選手と上野バラキ選手のタクチームあるかもしれません、さあ離れてください、お客さん危険ですよ、はい、選手だけじゃなくて熱中症にも気をつけましょうね、危ないですよ、おー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 さあ上野バラキ、上野バラキ、もしかしてこれはキッチンカーを狙いに行ってるのか、いやキッチンカーだけはやめてくれ、いやキッチンカーを何か買おうとしてるんじゃないですか、あれ試合中に買い物するの、そうやって外に落ちてる、さあ外に落としないでください、浅岡さん、ちょっと閉めた、ちょっと浅岡さんどうした、もうねギリギリもうマイクが届かないんですよ、その距離まで行くと、そうかね、うん、あーとなんかよくたですね、オーバーレコラ実況地は見えないので、はい、解説ができません、はい、皆さんぜひ近くまで行ってください、近くまで行かないとわからないです、オーラお前オーバーレコラ、そしてできる僕たちに教えて、はい、えーい どうしますこれで帰ってきた時上野バラキ選手がジェラート食ってたらちょっと面白いめっちゃ余裕ありますね、ジェラート食わせてたらちょっと面白いですね、お前食べろ、はーい、ほら昔ありましたから、直線上に練り歩いて帰ってきました、はい、あった、ちなみにですね、上野バラキ選手、すごく気にしてるんですね、そういうの、ほら中でやれ中で、こら、いやもう鉄柱で、左で真っ赤にというか熱々になってますから、さあ戻ってまいりました、戻りましたね。なんかきつそうですね、泥なんか背中汚れてるし土で、あそこどうだった、先ほどすごい助走で上野選手がハクション選手になんかエルボーみたいなことやったんですよね、エルボーみたいなこと、なんだエルボーじゃないのか、エルボーとは形容しがたかったんですけど、あとリングが2人いますよ、チャンピオンチームいますね、はい、これ黒い、コスチュームはロフマーク選手、そうですね、そしてスタンディングメンタルと、ワン、畳みかけていきましたね、ワンカウントで、3つ入ったら決着がつきますが、ワンで返しました、そうですね、ツーですね、ワン、ツー、はい、さあ、いつの間にか選手がロフパイプ選手に変わってますね、ハクション選手、ロフパイプ選手に、さあ、バックして、スピードが速い、非常に速いですね、さあ、アームドアップから、アームホイップ、かなり体格差があるように見えますけど、ガルガル投げましたね、やっぱ相手の力重さを利用するっていう、ロフバイスと言います、相手の体重の方が重いから、ロフバイスと言います、さあそしてこのロフバイス勝ち誇った表情、あ、障害に疲れてるからさ、ちょっと休憩させてくれと、ビッグフレアを彷彿させますね、往年のファンは大喜び、これわかるかな、まあね、暑いですから、結構悪いやつ、いや勝負に非常に勝負、うまいですね、あとあのロフバイプ選手は、はい、ベルトじゃなくてなんか靴紐みたいので、はい、あれ B ボーイの勝負らしい、あれ靴紐なんですよ、いくつ切れてもいいようにっていう、あすごい B ボーイってそういう感じなんだ、そうあここでカーカー入ってきましたね、はい、あれですね、そのセミファイナルまであまり良かったんですけど、やっとなんかね、有名人に裸の人たちが出そうですね、ようやく増えてきましたね、なんかちょっと安心しました、試合時間は5分経過、5分経過です、あれで5分経過です、そしてね、サーフボードストレッチをね、絞り上げてますね、こういうクラシックな技使いますよね、そうなんですよね、あのペースが長いからそうですね、カウストルクマンジュニア選手、ちょっと待ってください、これは厳しいですよ、あと顔面に、なんだハンマーですね、ハンマー、そして、これは良くない、そして
顔面蹴り。これですね、あのレルナにも、はい、2人を見てると見せかけて、はい、あのもう一方を見なきゃいけないんで、だからちょっと目が離れちゃう。出てません、誰が見たんですか。出てたよな。そういうところがいいですね。ダブルか、大丈夫か、おっと、さあ、タッチ、なぜかみんな背中が血だらけということでね、そうですね、こうだ、こうだ、日焼けしてますね、もう、たぶん、たぶんだけど、上野バラキはものすごい日焼けをしたくない、そうでしょうね、日焼けの目をものすごく塗りまくってたから、まあでも、もしかしたら塗りまくってたから、すごい滑るでしょうか、あ、すごい滑るよ、ちょっと、終わりちゃった、終わりちゃった、これでですね、あとですね、やっとここで私も解説させていただくんですけど、ちょっとですね、このリング見てください、はい、ブルーなマットなんですけど、はいはい、この日の当たりがずっと当たっててですね、はい、鉄板くらい熱くなってるんです。めちゃめちゃ熱かったですよ。だって背中ついた瞬間に結構嫌な感じになるんですね、うん、第一でこれでしたからね。ロフェしっかりしろー、うわっ、ロフェー、ロフェー、ロフェー、これがまたね、昨年の12月に、うわー、うまい、ロフェー、今の切り返しは上野バラキ選手って感じです。いやさすがに視点が効いてますよね。なんだ、誰に向かって。これは、去年の12月のリベンジマッチです。はいはいはい、去年の12月の全国のマッチです。チャンピオンしっかりしろ、まあ、その時は青コーナー、現在の青コーナー挑戦者チームがチャンピオンだったそうですね。立場が変わっての、はい、手出せお前、手出せお前、お、煽ってますよ、手出せと。あー、方向だ、ホイップしていきますね、シーソーホイップですね。そしてタオルが足を押した。ここでどうする、そっちじゃない、そっちじゃないと、ちょっとここにいるか、ここにいるところに、いや地味だけどこれ強烈ですね。頭の上に2つ飛び上昇してます。いや勢いがね、高所から飛び込んできてるから勢いがありますから、足行け。そしてね、三半規管をさらに狂わせてくると、ロフ、これは暑さと相まって、やっぱあれですね、さっきから煽るっていう感じなんですかね、挑戦者チームはこんなもんかみたいな感じで見出してきてますよね、はい、やっぱあれなんですよ、赤コーナーがまあそんなデビューして回たってないんで、そうですね、そういう経験のところを狙ってるのかもしれないですね。マイケル・ブーション選手に関してはまだ立ってないですね。あ、そうですか。いやこれはすごいですよ、はい、ロフバイクも今月で、そうですよね、さあ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 、ちょっとね、そんなだいぶリング上混乱してきましたね。やっぱ名はね、人を表すというところで、はい、名は体を表す、ハオストリックマンのね、やっぱり試合はね、こう見出してきますよね。強烈アイリッシュイップからのブレイブ、ブレイブ、いやあれですね、慣れてますね、リングの使い方がね。そうですね、中央無尽に使って相手を乱すと。相手、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 タッチしたぞ、タッチしたぞ。さあ、ずっとちょっと捕まっちゃってるね。そうですね、ロフ選手、やっぱちょっとこう、なんでしょうね、まあ、チャンピオンチームなんですけれども、はい、情報によると、はいはい、ちょっと結構体にバカバカになってるということで。マジっすか、はい、そうなんないけどな。まあ、ただ、それを直してきて、さあ、そうして、これやばい、これやばい、え、爆弾かこれ、腰高いよね。いやわかりませんね。うわぁ、うわぁ、ついてない、まあ、若い若いと言ってもね、そういうことがあるというのがこのプロレス。はい、そうですね、はい、ボディープレスって結構正面からよりも背中の方が落ちたので、私も今腰やってますけど、最初の攻撃がきついんですよ。いやなるほど、腹圧でカバーできない背中だとっていうところですね。経験者は語ります。さあ、相変わらず不利な状況が続きますが、さあ拳を握ったロフバイプ、どん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 、これはしっかりしろ、こうだ、まぶしくないだろ、縦の方になるかもしれません。タトゥー逆さまだぞ、うるせえ、殺すぞ。さあエルボー、やったー、ロフ、ロフ、ガッツリガッツリガッツリしろ、重点ですね。あんまあれなんですよね、パッパパパの感じじゃなくて、一回一回攻撃して様子伺っていくっていう。そうですね、そうだそうだ、すごいよ、チャンピオンだろ。余裕ですか、余裕見せたばっかりにね、とんでもないのが出ました。強引ですね、強引なのが出ました、強引バックブリカーです。強引バックブリカー、何時間かかるでしょうか。はい、さあね、これね、ロファイル選手今もう気が出てますから、リング上にいるだけで ねもう体力奪われちゃいますから。レバスター来るぞ、レバスター来るぞ、レバスター来るぞ。あっと、しかしもう1回か、もう1回持ち上げた。あ、しかしこれロファイルが後ろから、あ、お返しとか言わんばかりにですね、さあ、試合時間10分経過。
10分経過です。今よく上手いポジションしましたね、はい、さあこれタッチしたいところ、タッチしたいところ、タッチができなかったことによってローバイプはまだここでちょっとダメに残る状態になってしまいますね。しばらく続きますねこれね。顔面下坂ですね。そうして今高かったですね。いや非常に打点の高いドロップキック、背中攻めからをですね、ここまで打点の高いドロップキック出せるとは思いません。タッチした場合にアクション、コスチュームはいけるけどロン毛の方がマイクアクション、コスチュームは、ね、マイケル・ハクソン選手、あのキックボクシングやってるから、あそうですね、はい、左のミドルめちゃめちゃライトニングスパイラル、ライトニングスパイラル、結構きつかったですよね。あーコーナー近かったね。今回はちょっとリングがやっぱちっちゃいんで、そうですね、いつものリングよりかは長いぞ。そうそう、バックマッチでやっぱ相手アコーナー側でホールしちゃうとああいうことが起きるんですね。ちょっとそういったあれですね、場所の使い方も考えないといけないですね。そうですね、そしてこれは合体のすごいね、やっぱ飛躍感があります ね、 ね、 そうですね、ロム選手はその体を叩かれて赤くなってるのか飛躍なのか、ね、うん、そうですね、両方かと思います。投げろ投げろ拍手、投げろ、持ち上げて、中央線のお客さん見てますか、さあ拍手を、おー、そしていくのか、これを出せ、お客様お気をつけください、お気をつけください、お客様お気をつけください、ください、飛んできますよ、選手飛んできますよ、さあ飛んだ、いったー、トペス石田、見事なトペス石田でしたね。そうですね、やっぱマイケル・アクションです、こういうガツンとした一発がありますからね。そう、体大きいし打撃もすごく強いのに飛べもするんですよ、やっぱ何より特徴的なそのキャラクター、はい、やっぱこれぞ NKW みたいなね、ですね、くしゃみもするし、さあ、これ肩がついて、肩がついて、あ、肩がついて、肩がついた、で、1回ワンも入りましたけどね、ですね、厳格ですね、アクション攻めろ、アクション、チャンスだ、チャンス、終わりだ、さあ、何よりこのチャンピオンチーム前にアクション、そしてフワイプともに小金石に、お客様からアクションコールがね、起こっております、あっと、これは、あっと、今ちょっとリング上の殺虫がいい、今ちょっと攻めあくれたのかね、ラリアット中途半端にいってしまいましたけど、そこやっぱ狙いましたね、今ノーペンが決まりましたね、アクションだぜ、その時もやっぱりね、カオスやるぞ、カオスが今の、頑張れ、そして待ってる待ってる待ってる、来るよ来るよ来るよ、カオスから、さあ来る、待って、待って、来る、もしかしたらちゃんと反則かわからないかもしれないですね、まあ、5秒以内だったら大丈夫、あーなるほど、はい、電球レフェリーが分かってないのかと思います、あーかもしれないですね、一応プロレスでナックルは反則ですからね、そうですね、はい、おいコーナーフェイカウント、ワンドゥースやめろ、おいワンドゥースやめろ、ハナスおい、ハラスメントもくれ、反則取ってくれ、反則取ってくれ、頼む、これちょっとペース完全に狂わされたね、いや、カオスさん、ね、この辺のタイミングの使い方マジでうまいですね、うわぁ、いけいけ、リバウンドシーンで入ろうみたいですね、そしてこれ俺はサソリが取れたんですよ、合ってるかな、合ってる、サソリが取れる、逆だ、あー、ちょっと厳しい、ちょっと厳しい、はい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 、ちょっと厳しい、ちょっと厳しい、そうか、僕が回ってるね、サソリの、そうですね、ロバーブ選手は今青コーナーが通信行ったね、通信行きましたね、これが大事なんだよね、そうですね、タッチアウトするのこういうことですから、ロフ腰が、おっと、そこからインディアンデスロック、これうまいですね、そしてあーきっと指輪が止めちゃった、ビーバー絞れ絞れ、もっとよし、そうそうですね、逆にね、拍手の彼は、おっとこれはしかしこれどんどんいけ、チャンスチャンス、効いてるぞ効いてるぞ、試合時間15分経過、15分経過、結構ね、この状況で15分かなりね、体力消耗されてると思うけど、両者ですね、両者きついと思います、効いてる、さあエルボーエルボーエルボー、さあおかずを奪われたくないハクション選手、いやでもハクションも結構本気でマジエルボーですね、マジエルボーですね、マジンエルボーですね、マジンエルボー、おっとビンタビンタビンタ、
うわー、リンターはね、ルール的には大丈夫ですからね、手段選ばないですね、カオス選手。おっと、トーキック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 、やっちゃー、おっと、ハイキック、えぐいの入ったね。今、アコじゃないですか。どんどんいけ、どんどんいけ、もう一発、いや、もう一発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 、ダウン取れたと思うけど、さあさあさあ、何を狙う、何を狙う、もう一回、おっと、ハイキック、踏ん張れ、踏ん張れ、ちょっとね、ハッチもダメージあるから、ハイキックがね、入らないといけないけどね、もっと蹴れ。ここはカウストリックマンがね、逆にあの耐えて欲しいけどっていうところだけどね、いやもう試合と時間帯でこれでキック出せるわー、分かった、うわー、抜けだ、リングだからこいつ、そしてバウンス、結構ついたやろ今の、タッチしないだろ、あれタッチしました、タッチしてる、タッチしました、で、 あでもレフェリーがタッチ見てるってことならもうタッチしてるってことになるから、そうですね、レフェリーが取ってました、まあ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 、さあレフェリーが取ってた、タッチを、あタッチを見てました、あ、はい、セコンドから取れてるんで、はい、まあそのすみません、 VAR チェックの時間がないんです、 VAR のない行列は、でも今後導入を検討します、さあ導入は検討しないでください、タッチを、タッチを、ここワリアーフィニッシュ宣言だ、ワリアーワリアー、そしてこれはこれは上のマラキのあれが出るのか、なあゴリースペシャル、ゴリースペシャルが、リバースゴリースペシャル、カバー入る、カバー入る、おーギリギリカウント2です、さあここ拍手を勝ちたいところですね、拍手はしっかり、なんとか隙を見つけて勝ちたいでしょ、これはなんとかね、どっか隙見つけて、アクション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 頼め、アクションアクション、これはアングルスラムではなく、ダブルに上げられない、どうするんだ、おっと猫だまし、猫だまし、そしてアングルスゴールない、カットゴール、カット、おっとこれは返せた、これはでも教科書通りのアングルスラムですね、教科書ですね、スイングしていってのオリンピックスラムですか、あっ来た、あぶらあぶら、このね、あの場外に落ちた瞬間に土に汚れるというね、このなかなか、いやーこれはえぐいですね、マッチ状になってます、はい、屋外工業ならではというところありますが、さあだいぶ伸びました、これはやっぱり体力勝負、ちょっとここカバーしてほしい、おっと取った、逆に今クイボー今しずおかわりしょー、顔返してくれ、カバーカバー、これは返せるか返せるか、カバー返せるか、やばいぞー、わー見方、戻れ戻れ戻れ、やるほどギリギリカットに入りましたね、やっぱこのロフタッチはね、はい、経験数が本当1年1年満たない組のね、はい、本当にフレッシュな若手、はい、やっと取った王座をね、絶対逃したくないはず、これは渡したくないですよ、アクション来るぞ、もう一発、しかしこれもね、リベンジの機会狙ってたから、アクション来るぞ、これ試合の節々に、アクション、ちょうどいいタイミングで距離が出た、センター、アクションセンター、タッチしたい、乗せてきましたね、うわこれはね、いいぞ、さあ背中にキック、そして大丈夫か、いけるのか、これは行ってくれ、出るか、いや痛いだ、痛いだ、痛いだ、カバー、カバー、ゴール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 、いけいけ、ゴール来た、ボーン、これはさ、タップ使ってしまったか、ちょっとね、さあレベリー追い出してください、出せよ、出せよ、いやー、ロングマッチになってきましたね、あっちゃー、すごいよこれ、喉枯れちゃうくらいのね、本当ですよ、あ、アクションコール、試合時間20分経過、アクション、アクション選手、小金井市出身です、さあ頼む、小金井市いけるか、こんなロフ、おっとエルボー強烈だ、さあフラフラ、結構ねコーナーで待ってる間もね、かなりね、まあ、直射日光でやられますからね、やられてますから、いやー、そしてここで来るよ、ピャッパカット、さあ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 、これはダブルアームからの
おお、ペガサいける、ペガサいける、ペガサ切り、アントニオ猪木を放出されたね、本当に立てますね、本当に下が回りません、投げろ、すごい試合ですからね、投げろ、さあここはブレーキングか、それともロープに振って、おかずを奪うか、今さミスターアスもびっくりだ、いや負けたね、どんどんいけ、とどめだ、いやこれ五五だろうね、体力はチャンスチャンス、来るか、首をかき切った、切りましたね、中央線に向かって首をかき切りました、中央線のお客さん見てますか、出るな出るな、あー来た、カンパありましたね、何してるんですか、これで大丈夫ですか、なんだなんだ、危ないぞ、危ない危ない危ない、何するんだ何するんだ、危ない、2人だしコーナーだしもえぐ、カナディアンバックブリーカーからね顔面潰してきましたね、えぐいな、さあレベリーもねちょっと止められないです、止められないですね、ちょっと低レベル、ちょっと低レベルだよ、まずいぞ、守るな、本日初めてのマグ式が出てしまうのか、そういえば本日初めてか、トップロープから投げちゃうことですか、あー肩入ったよかった、ユーノ、お名誉、お、パッ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 、よし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 、パワーボム、力爆弾ことパワーボムが来ました、力爆弾、お、ロフが止めるのか、さあロフが止めるか止めるか、さあ中央線のお客さん見てくれ、ロフが止める、あーセコンダラ、あーレベリーレベリーレベリー、これ大腸系悪いですよ、これ大腸系悪い、何やってんすか、何やってんすか、これからメインでチャンピオンとして出るんだろう、あーしかし見てください、ロフバイプ選手がそこら辺の自覚というものをですね、一応打ったかもしれないですね、打ったかも、いや気がついたら、気がついたらカオ選手、はい、気がついたらカオ選手のエルボーエルボーエルボー、残念でした、もしかしてもしかしてが出ちゃう、これ大丈夫、やめてくれ、どういうことですか、今日初の大丈夫だよ、これ何が起きてないですか、何が起きてないですか、これはすごい、返すのすごいわ、返しましたね、返せないと思いました、私はロフェここでですよ、あさあコブラの毒がここでじわじわと回ってしまうのか、クラシックですね、動け動け動け、ここでですよ、炎天下の中クラシックの技が一番きつい、ロフェログ、ああ、ロフワイプ、ロフワイプ、そして帰ってきたところにボールが道を止めば、来た来た、これ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 、いやこれ、どっちも決まんないねこれ。このエネルギーカオ選手どこに残ってるんですかねこれ。これね、これはもうもう本当に読めなくなるんだよねここまで来ると。さあどっちだ。どっちだ、いやロフパイプ選手ちょっと厳しくなってきましたね、またねここで20分超えの試合でこの気候、さあロフすごい体力だよね、これめちゃめちゃ体力ありますよ、さあ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 カオス、カオス遠いけど抜けるのかロフは、飛ぶか、まあ、ロフ選手飛び技得意ですからね、行くのか、ね、3度目の正直いけるか、カオスも立ちたいところだけどちょっと立てない様子ですね、ノーボールだ、何狙うの、何狙うの？回転していった！ファイヤーバードスプラッシュ！上野選手ですか？今カットした。カットしたね。ギリギリ引っ張ったね。あれ？あれカットか。とて背中にね、とてっとね、とて背中、とて背中ですよね。決まったやろ！悪いコーですね。最初のタイミングロフなんとかね、でもちょっと決まりが浅かったっすね、そうっすね、ちょっと足が先についてしまいましたね、ちょっと遠かったかなっていうところで、さあ試合時間は25分経過、25分経過、最終手段のマーフィースローが、いけマーフィースロー行ってくれ、マーフィースロー、でもこれ決められたくないよね、いやそっか入るよね、そりゃそうだよ、ちょっと入るよ、よく入ります、ノーノーノー、あー俺ここからもねロフレット行ってね、クラッチを切り替えて、おおどん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 、これはボムの落としますね、
超ギリギリだったな。超ギリギリだったよ今の。決めろ。守る守る守る。どうするよこれ。おい、いよいよこれはこの最後の一発が決まった方が勝ってしまう可能性あるな。さあロフ耐えれるか。ロフ耐えろ。ああ。来たのはホルだ。さあそしてすごいですね。どっちがどっちが ただいまの試合26分8秒レフリーストップにより上野パラキ川崎ストリークマンジュニア組の勝利です。これはもう最後もう本当ドラムマの根性っていう感じで締め上げましたね。いやー多分もう限界だったんでしょう。すごいもの見ちゃいましたね。ついに ついにベルトが移動してしまいましたよ。さあベルトをかけてるぞ。ここは第19代タッグチームチャンピオン上野バラキ&カウントリーマンジュニアになった。まさかの王座奪還。これは悔しい。悔しそうだね。自分が気絶してしまったことによってね。そうですね。いやでもあそこで上野選手がカット入ったのがもう勝負を決めてでしたね。いやそうだね。あれはうまかったね。いやこれでもこの天候じゃなかったら分かんなかったですから。いや確かに屋内工業だったら分かんなかった。あれですか、はい、おチャンピオンチームがあ、なかなか握手ですか。意外と握手する。まあ、途中乱入があったとは言えねえな。一応フリーなんですね。試合が終わったら、はい、まあ大腸ケアだけが悪いやつだったから、ね、そうですね、ノーサイドということで、はい、いやいやまあ素晴らしい試合でした。サッカースチャンピオン、そしてなんだ、どうぞどうぞ、希望届いたみたいですよ。こっそり悪いことしてきましたね。そういうことか。すごい悪い曲。あーロイセコンドロフ助けてあげてください。ねえ、もしかしたらちょっと歩けないかもしれないから。ロフト拍手にも大きな拍手をお願いします。素晴らしい試合でしたね。死闘でしたね、文字通り。はい、さあただいまセミファイナルは26分8秒レフリーストップによりカオスストリークマンジュニア上野バラキ組が王座奪還、第19代タッグチャンピオンと相なりましたということで、お客様続いてが本日のメインイベントとなります。はい、最後の試合となりますがお客様、暑いですので、熱中症には、お気をつけてご観戦のほどよろしくお願いいたします。それでは参りましょう。本日のメインイベントNKW 王座選手権シングルマッチ一本勝負を行います。それでは選手の入場です。おやおや、30代を越した大人の大きなお友達には聞き馴染みのある曲なんじゃないでしょうか。このイントロスウェットみたいな履いてない、あの人スウェット履いてるよ。そしてリング内中央には怪しいおじさんがやってまいりました。そして特別解説にはお世話になっております、はい、マスター熊さんお越しいただいております。マスター熊さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、ウェイベント。はい、そして入ってきたのキングペギー選手ですね。いや派手だな。派手ですね。はい、このイントロ、ね、曲が始まるまでちょっとあるのは知ってる方いらっしゃるかと思いませんけど、ぜひとも、ここからかっこいいね。そうなんです、ここからですよ。ここから仕込みがあるの、仕込みがあるの。いや、ちょっと、エンジェルマンでも、はい、
まで。さあ、ここからですよ。どうもですね。あ、もう終わった。もう終わった。もう終わった。いや、ここから聞きたいでしょうが。あれ。すかしましたね。あのマントのハットの人はどういう役割なんですか。僕たちもよくわかりません。わかんない。わかりません。何なんだろう、あのドラケンみたいな人。なんかあの人が召喚した、うん、対する赤コーナー、うん、チャンピオンの入場です。よしよし。いいですね、このゆったりとしたね。この曲聴いてゾクゾクする人は本当にプロレスが好きな人です。今からラジオ番組始まっちゃうのかなってね。いや懐かしい。あー来ちゃうわ。あれあれベルトが見えませんね、チャンピオン。あのチャンピオンベルトじゃなくて、ベルトじゃなくてなんかゴミ箱持ってますけどね。まさかあん中から出てきたりとかしないですよね。チャンピオンベルトはゴミ箱ってこと？ってこと？あ、そうですね、チャンピオンの意図は分かりませんが、皆さんも水分補給は忘れずに。素晴らしいね、チャンピオンになってるよ、ちゃんとさすが。さあ、この選手はですね、前回、の興行でですね、はい、LKW 王座を獲得した大腸キア選手ですね。大腸キア選手、キャリア10年以上の大ベテランなんですけれども、まあ、初体感ということで、まあ、感動の最後となったと思いきや、まさかのヒールターン。なんか雰囲気変わりましたよね。そうですね。で、この例の社長でも大ボクトされてましたね、彼はね。ね、はい、さあ、あーっとこれ今ちょっとこれの中身が見えてしまったんですけれども、小箱の中から LKW 王座が出てきた。四方は捨てるな。ブブ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 あれなんですよ、ベルトをちょっと侮辱してみたりしてるんですか。そうですね、モーションで。これまでの、まあ、大腸キア選手はそういう選手ではなかったんですけれども、はい、どういう、まあ、チャンピオンベルトの変換です。え、あるよ。ちょっとまあレフリーも嫌そうな顔してますね。さあ、チャンピオンベルトが変換されました。本日のメインイベント、本日のメインイベント、 NKW 王座選手権シングルマッチ一本勝負を行います。青コーナー挑戦者、163センチ75キロ、 NKW いわきレスリングプロジェクトラブファントム所属、南極生まれいわき育ち、キングペンギン。対する赤コーナー、178センチ93キロ、 NKW 大頂点幕第23代 NKW チャンピオン、恐怖のだらしない体、大頂ピアー。レフリー NKW 創始者大沢和也。オーナー、まあ、元オーナーですね。レフリーかっこいい。風格ありますよね。あの人は高校生の時作られた団体なんですよ。はあ、素晴らしい。中学生か。中学生。はい。バックパッカーっぽいよ。バックパッカーっぽいよ。コン。コン。コン。ドンキー。ドンキー。かましてましたね。さあ、ということで本日のメインイベント、マットレスパーク2024。メインイベント。メインイベント。NKW 大津戦。チャンピオンが大腸ケア赤コーナー側、そして青コーナー側がマスクマン銀ベニー、この試合をマスター木村さんと一緒にお送りしていきたいと思います。よろしくお願いいたします。お願いいたします。さあ、大腸ケア選手は初体感この間しましたけど、キングベニー選手は、もうすでに1回巻いてるというところで、はい、前回は2022年1年そんぐらいですね。おそらく1年後のオーダーベルトからはかなり離れている、はい、状態ですね。私の今のタッグパートナーの永谷由里選手から見事ベルトを取られたといったところから、まあ、1年近くが経ったというところが、ありますけれども、あれですね、ズバリどうでしょう、マスター木村さん、毎回シャトーを小金井で、うん、ちょっと大谷選手ご覧になられたと思います、うん、はいはいはい、あのね、先ほどもキャッチフォールなんですけども、だらしない体というと、あ、そうなんですよね。もうこれ、これだらしない体って、特に日本のプロレスの最強選手は大概だらしない
んだよね。4日とかって言いますもんね。王道のチャンピオンのスタイルを継承してるって感じしますよね。入場曲もギャラクシーエクスプレスですからね。めちゃめちゃプロレス好きですね。ずっとあの強そうじゃないダブった感じっていうのがやっぱこれちょっと体が使ってたプロレスですね。そうですよね。はい、さあそしてその、タフネスに対抗するのが、まあ、ルチャベースとしたキングペインギン選手なんですけれども、メキシコのスタイルですよね、ルチャは。はい、まああれですか、福島県のいわきで、まあ、育って南極で生まれた男なんですけれども、ね、まああの世にも珍しい東京と福島の2団体所属ということで、はい、東京と、ね、福島行ったり来たりしながら試合をしているという猛者ですね。まあ、かつて NKW 王座にも輝いたことがございますし、まあ、実力者は当然実力者であるという、あるちょっとコンスクリートとか、コンスクリートルフとかね、あそうですね、コンスクリートルフとかね、カッコーしない、フェニーさん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 、そうですね、足を取って、フェニーさん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 、で、これ、あれですね、フェニー選手が、まあ、ちょっと、こう、苦しい状態というか、肘で押して、肘、あー、いいですね。さあ一旦離れていきました。さすがジャンプ、いや手本になるな。ここまでじっくりとした展開ですね。いやいいですね、大客屋さんのあのお腹のダブった感じ。そうですね、全く強そうじゃないですか。プロレスっぽいね。体重かけて柔道なんですよ。あーなるほど、やっぱ下半身の強さ、ここら辺はやっぱ注目のポイントかなと。上身低いもんね。いいんですよ。はい、キャップ、いやバランスも見えるんですよね。そこのデタラメさをまたプロレスということで、さあそしてヘッドロック、テイクダウン、差し出しで切り返しました。さあこういった展開がですね、この試合結構あえてマスクしてるから疲労は早いよ、時間かけても。まあね、こういった柔道バックボーンについてますけども、うん、今ヘッドロックですね、先ほどまで試合してきて、ちょっと待ってください。なんだこの素早い展開ですよ。さあフェイフェイヤー、ゲアそしてこれは体重で潰しましたね。さあこれまだ続きますね。いやこれはあ離れました。いいですね、ちょっとスピーディーな展開を体重で、ね、どっちがもうイニシアチブを握るかという展開ですよね。なんかこれはよくルチャなのか、ちょっとモチャイなのか、なんかモチャなのかルチャなのかみたいなのがすごいすごい味わい深い動きですね。噛めば噛むほど。さすがスルメプロです。はい。大丈夫？回転回転回転。いや全然。逃げろ逃げろ。さあということでこれでチャンピオン大腸ケアが腕をしっかり固めていきますね。そしてロープに打って、おっとこれヒップトスを狙ったのか、ヒップトス、そしてこれはキングペンギンお得意の腕攻めですね、腕攻め、おこれを、あまり見ないですね、そのまま後ろへ、もしかするといつもだったら前へ、あれは前へ、キングペンギン距離が近かったというところで、カード落としのように出てきましたね、グラウンドカード落としみたいでしたね、ちょっとだいぶ珍しい技、これが落とされると、ワンで返しましたね。ちょっと右足が試合の展開を握り始めてきたかもしれませんね。攻めて攻めて。ねえ、攻めている青コーナーキングペンギン選手側には、まあファントム梶原選手セコンドに、そして、はい、今攻められているチャンピオン大腸ケア選手のセコンドには先ほどタッグチャンピオンになった上野バラキ選手とトロセクトリッカーフニア選手がついている。なんか一派みたいな感じなんですかね。ちょっとなんか一派なんですかね。なんかその試合後、なんか、なのに乱入してきて、そうリーチとかしてたし、はい、なんかやっぱ悪い人なんですよね、あの人たち。あのお客さんが帰ってる最中に出勤したやっちゃいくぞ。まあそんな状況で、いやちょっと今のは強烈でしたね。なんか応援が多くの元気だったみたいな。すごい応援、国道コンビですね。すごい応援だった今。ザ・パワー、うん、でもあの肉の殴り方、本当に人々しいチャンピオンらしいですね。そうですよね。
どこ決めてるかっていうところですね。これはチャンピオン。やば、今まではね、本人も言ってましたけど、大きくて力持ちっていう、気早さして力持ちで、はい、自分に言ってきたけど、反則したくないって言って、俺がしたくないなら何がやりたいんだっていうの見たいですけどね、まあ、それがこれなんでしょうね、これか、うん、まああれですね、なんとね、手首手首を押し込んでるっていう感じなんですかね。そんなのあります、そんなのさ、結構ね、悪いやつがいるんですよ、そういう風に。ナックルじゃないぞ、うん、ナックルなのにね、あいつだってやってるじゃん、あそうそう、自分のこと棚に上げてね、アイアンコール、これはエリックの映画にちなんで、絶対映画公開中、皆さん見てますか、A24 の名作ですからね、これは銀河続きも、押し込め、さあ、手の爪ならぬ、ホワイトマシュマロの爪、皆さん、あの頭をわしづかみにされたことありますかね、これきついですよ、マスクの上からですよ、これめちゃめちゃきついですよ、いや、これストリートファイトでアイアンクロー見たことないので、うわすごい、まあこれはストリートファイトではありません、これは素晴らしい、いやもうフリッツオエレクだ、これリング外でやったらハラスメントですからね、全部いや、やられてみたい、ちょっとそれもそれで、それもそれで、これはすごい、好き好きでしょ、マスター今出ましたね、柔道の片鱗が、払い腰でしたか、今の要所要所にやっぱプロレスというか柔道を出してきますよね、まあ格闘技なんですよね、結局は結局はね、そうしっかり、背中にですね、平らじゃないところにストンピングを打っていくっていう、これポイントですよね、お、サブ誰に対してさあ誰に対してなんでしょうか、そのシーンは分かりませんが、アルゼンチンパクリか、背中をね、懐かしい、いやクラシカルの選手なんですよ、いや素晴らしい、タイガーゼットシンガー、猪木からギブアップを奪ったアルゼンチンパクリかですよ、すごいですね、すごいですね、プロレスですね、1930年代の話ですよね、場外乱闘大変危険です、選手の近く大変危険です、お下がりください、お下がりください、あなんと NKW の権限は空を飛ぶというところですね、やっちゃいくぞー、ずっと言ってるけどでしょ、そう一緒のプレモン、そう言います、ワントワントツー3、さあ涼しくなってきました、カウント3、おーい、レベリー止めろ、レベリー止めろ、意外と早く入りましたね、ここはどうでしょう、ペキ選手も飛んだんですけど、うん、もしかしたらペキ選手もちょっとダメージを負っちゃったかもしれないですよね、いくぞブレーク、バッサーブレーク、バッサー、ここでおー、大こがしに来ました、でもいやーおー、場外に行こうか、いやー、場外はダメや、やばいやばい、いや、そうですね、さやまた三沢が刺されてる、うん、そうですね、そしてこっから、あー地獄の担当台が首裏に膝を叩き込むという、チャンチャンチャン、さあそしてカバーに入る、カウント2、試合時間10分経過、試合時間10分経過、あっという間ですね、あっという間ですね、さあそしてフライドミア、カラコのチンロック、渋いですね、渋いですね、渋いですね、ジャーベってやつですね、いやロープロープ近い、右足チンロックしちゃったよ、首を同じですよ、足の方の足の方、ロープ近い、太ももって腕よりも太いですから、その圧力でね、首絞められるとめちゃめちゃきついんですよ、息できないですよ、ロープロープ近い、肉が詰まってても息苦しいんだから、その通りですよ、空気系がね、正面のね、なんか熱い、熱いだろうな、めちゃくちゃすごいんですよね、
あのハットの方はそろそろ脱水症状やばいんじゃないですかね。ちょっとね、はい、そしてさりげなく汗をコーナーマットで拭くレフリーというところで、まあ、テクニックですから投げろ、はい、投げろペンギンさん。お、フィッシャーマン帰ろ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 新日本のそうですよ登場です。あー、ここでハイアンクロー、ロープ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 これナックルパートだ。井上尚弥も真っ白。お静かに。そうですね。プロレスから離れてますから。さあ、ダイヤの回せ。シックスランあった。いや、ロープがね、ちょっと今日のリングのコンディション、もしかしたら緩かったかもしれない。いや、チャンスか。またしても、大腸検査でしょ、天敵。水面不足。いや、水分不足、水分不足。あー、フィッシャーマン動かした。フィッシャーマンドライバー危ない。動かないですよ。メイさん、どんどん行きましょう。効いてますよ、効いてますよ。チャンス、チャンス、やっつけろ。いやー、さあ、アルゼンチンか、アルゼンチン。また人間マフラー。上がんない、上がんない、上がんない。さあ、バックに回って、さあ、バックドロップ。アトミックドロップ。いや、ミスターアトミックドロップですから。そうですか、坂口選手ですね。あー、その通りです、ありがとうございます。すごい気のいい。そしてね、水晶落としですよ。すごい、もうクラシカルですね、ケアさんは。いや、そうなんです。格闘芸術をね、まあ、やっぱ追い求めてますから。格闘芸術ですからね。レギンさん、あのレッスンって真ん中に手つきますからね。いやー、ミスタープロレスですね。あのお腹に出せる感じは考えられないスリアさんですね。そうなんです。相手後ろにいる。だから今日の体もやっぱハードなトレーニングによってやっぱ作られたものですからね。どんまかいな。いや、本当に本当にハードなプロ、ね、トレーニングで作っただらしい体ですよ。こうやって回してますから。よっぽどの技効かないんですね、肉の技なんて。やっぱこれ体験した人じゃないと分かんないと思うんですけど、あの人はかなり質だけど、ああ、ああ、みたいなのか。ナルト海峡ですね。ナルト海峡、ラリアット、ラリアット、あの回転式のラリアット、ナルト海峡。ダウン、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 ダウン。グリーン、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 これきついな。ね、それこそね、やっぱ大丈夫か、体でかいからね。そうですね。やっぱプロレスやるなら脂肪がないとダメだから。コレットフラッシュか。すげえ詳しいな。素晴らしい。素晴らしい。いや、反則ですから。まず反則ですよ。もうこのクラシカルな、はい、素晴らしいミスタープロレスですね。ミスタープロレス。いや、素晴らしい。お笑いのミスタープロレス。爆弾ということで、ね。爆弾ですね。生まれてます。ちょっとやっぱ難しいのがね、そのペンギンはさっきからあのアイアンクローもそうだけど、はい、マスクをかばってるね、そうなんです、見えるんだよね。そうなんですね。やっぱマスクマンの命だから、マスクは、はい、素顔がバレたらね、命より大事、はい、素顔がバレてはいけません。バラさないでください。ヘッドバット、ね、そこでセコセコ負けんな、青いって言ってる。大腸ハンマーカット。おー、これはすごい。はいはいはい、すごいすごい、これ初めて見ますよ。これダブルアームロックですね。大腸クラス選手の必殺技であるマジロックだ。そしてこれはうまい。おー、伸びたら終わる。これやばいぞ、やばいぞ。バレーコプローライだ。違う角度のマニアックなところ。いや、もう正解がいいよ、これで。
お持ち上げる持ち上げる、これはなんだなんだ、これなんだ、これこれ小名浜シードロップが、あーやっぱ重たいっすよね。おーこれは片付け、ナックル、ナックル、ナックルじゃない、レベリーから見てナックルじゃなかったみたいですね。手下固めからのナックルですよ。でも手首痛めてるんでね。あーだから手首で打ってた。そうそうそう、あー手首で打つのはナックルじゃない、ナックルはパンチだ、ナックルはパンチだ、どういうことだ、どういう解説なんだ。ダメですか、ナックルがありなのはその、あとこれはいけー、アピールをして、おぉ、花火なんか、ブラックタイガーが、おぉ、バックついた、あっと、ジャーマン、ジャーマンか、持ち上げてほしい、持ち上げろ、いや、おぉ、でかいですね、はい、体ごといったね、もう一度、無理でしたね、2連発、無理やり分投げた、終わり、でも、重たい分、もう一回投げちゃおうっていう、おへそで、カチカチ、さあセカンドで浮いてます。いやレフリーちゃんと見てますね。はい、レイザーチャンス、めちゃめちゃ見てますね。そうそう、これ格闘技なんですよ。これその通りです。レフリーはね、僕と同い年で2002年12月に MKW 旗揚げして、はい、はい、年を取りました。はい、当時中学生、ここまで来ました NKW。 来ましたよ、この景色、カジノ公演盛り上がってるか、投げ銭外れてください。おっと、まずは木村からのいい一言、中央戦、中央戦見てるか、試合してるぞ、東の場で最高、さあ、そこから打って持ち上げた、めちゃめちゃ体重差ありますからね、これで、これ決まるだろ、オナハマだ、スリーだろ、スリーだろ、何、まあまあまあ、もう一ですもんね。あのなんでファントムだけ拾うんだ。靴ひもシューズ。そう。シューズ。そうそうそう。あれ。量のエルボーです。ケア。これ結構ね。今すごい。二段蹴りになりましたね。ご飯食べないやつ。超天気選手、今普段は出さないような顔出したような技だったんですけど、それでもツー。今日リングに立ってるやつはあそこまで考えてないんだと思ってますから、ね、確かにね、今の顔面キックの時に2000円の投げ銭もあるね、ありますね、間違いない、ビール飲みながら生きてるのが面白いですから、一番いいですからね、もうビール飲みながらね、何でも飲みながら、そしてこれはクラッチしてますね、クラッチしてますね、これはあれするんじゃないの、クロスワーのジャーマンが、これは後ろの蹴りが取れないからね、これもクロスワーもあるけど、あーブラ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 、手に取れないですから、そう、逃げるのもああやってロープ行くしかないですから、ペンギンはね、分かってるんだよ、その最後の方にこういう奥義をね、取っておくから、そうですね、試合のテンポ感というかリズム感、まだ枠がすごい分かってますよね、アリウェルで、ここでね、急に攻めていかないのも、はい、息を整えるためにもね、自分の技を外さないために、はいはいはい、そうですね、ここで 100% に近い精度を求めるための、当てない、はい、どうか、ダウンカウント、昭和プロレスの場だ、2いいね、3レッスルマニア正式、あんまり選手に向かって言うのを見たことない、まあ、レッスルマニアに正式ですから、あ確かに、レッスルマニア2000の画面の右端に出てきますからね、そうです、おっと、また紹介か、おっと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 、リング上で一番硬いところ、流血だ、もはやリングではない、チョキア選手のマインドとしてはプロレス舐められたくない人なんですよね、なるほど、なんでやっぱ自分の場合とか、そう、なんか探してる、自分のペースでやりたい、なんか探してる、なんか他にペンギンさん、ペンギンさん、ペンギンさん、やり込んできて、やめて、ペンギンさん、わかんない、わかんない、いや、よくないですよ、これ、わかんない、今、大腸健選手が持ってるのは何ですか、これ銀紙だ、銀紙、いや、あともっと硬いです、ごめんなさい、見えてるじゃないですか、ちょっとお酒飲みすぎですね、あんたの飲みすぎです、ゴミ箱ですね、あと、飲まないよ、飲まないよ、パンともかまないよ、お腹が出たって見えない、温泉車、温泉車、知ってですか、でかすぎてね、あれ、電気が後ろ何もない、後ろ何もない、おー、これは勝てない、ガードして、パンともありがとう、いけいけいけ、
力おーすごい強いすごい戦いだすごい戦いだおーた首に入れちょうど防御取れましたアウトしないといけないアウトしないといけないLM スタイルみたいな人誰でしょうかあれはお客さんこれ今何が面白いんだ笑ってる人今これ何が面白いんだこれ一番近いお客さん大爆笑じゃないですか踊れよ踊れよ踊れよまだまだノーゲームノーゲームノーゲームちょっと待ってちょっと頑張ろうカウント20とかですよ最後だろあなんだ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 なんでそんな白いんだ何やってたお前らはまあいいセコンドだからいいよセコンド同士はいいやえこの山頂でなんでお客さん笑ってんの何セコンド同士はいいよ今日なのこれこれあれじゃあの大丈夫ですか放送していいあの白いやつですかセーフティー大丈夫大丈夫戻るよ戻れってこれファントムさんが最低じゃないですかファントムさん真っ白あれですよねカメラさん寄って寄ってもう戻ったら事故が発生してますよね今面白い、はい、逆にね戻れって選手の方もねカウントファントムさんもカメラさんも寄ってくださいこちらはシクセイ東京都小金井市勝野公園ですハゲのおじさんが真っ白になってます目に耐えないスタイルだね戻ってこい地獄に戻ってこいあ大丈夫ですか、レフェリーがあれレフェリーこの間レフェリーがどうしたレフェリーからレフェリーが投げましたよすごいすごい赤ちゃんの匂いがするんですけど何ですかこれ赤ちゃん100人くらいいますかあれ赤ちゃんの10番来ました赤ちゃん100人くらい投入しました八の公園赤ちゃん100人上陸少子化対策は小金井市にお任せください何ですかこれどうなってるんですか子育て対策がしっかりしたリング上ですちょっとあんまファントム梶原さんあんまりそのバサバサやんないでくださいお客さんにかかるんであちょっとダメだみんな肌サラサラやねえ何でしょうか大丈夫ですかバカリみたいになっちゃって怖いですよ怖いですねちょっと待ってくださいリング上リング上ちょっと見てくださいレベリーがレベリーがいないレベリーがいないレベリーがいないレベリーが今いないチャンピオンがベルトを狙ったベルトがベルトショットを狙ったところを避けました逆にベルトを使ってベルトサンドイッチうまいですねベルトサンドイッチおレベリーがレベリーがレフェリーがレフェリーどこ大丈夫かレフェリーレフェリー一気に出てきました出てきた、はい、50歳ぐらいになっちゃいましたねやっぱねまあやっぱ創始者あの白いのは玉手箱だったんだそうねさあレフェリー大丈夫かレフェリーレフェリーが同じ方向に向かいますよレフェリーも肌サラサラや、うん、肌サラサラやね本当にあなんだよっしゃこれ殴ってもレフェリーおレフェリーこれはペンギンガって使ったと勘違いしますよ勘違いしてないんだ違う違う違うベルト持ってんだろVAR はないんだ。大丈夫か。いや今大丈夫か。わかりました。はいはい。そして今ちょっとレフェリー見てなかったんですけれども、でこれがねちょっとタイミングよく。そうですね。大丈夫か。多分足を引っ張ったことによってということでしょうか。そうですね。さあ、いや、さあ、あれ、ハト、みんな二人とも白くなりました。ああ、これ顎で受け取りました今。うわ、なんと最強。顎で受けるなんて。大腸ハンマー。大腸。大腸ハンマー。大腸ハンマー削り削りガリガリ削っていくと。もう胸から首を狙ってるからねもう。そうですね。両手で。ああ。集中で。お、カバー。いや、大丈夫。受けれたんだ。出た川が。やっぱ膝ついちゃいましたからね。試合時間25分経過、25分経過。胸板バッチバチ言ってるね。すごい。ペンギン、ペンギン。レベリー、レベリーがペンギン応援してる。なんか思い出したのかもしれない。そういう思いがあったのか。なんか思い出しちゃったのかもしれない。勝つ思いだね。試合見て試合見て試合を見て。はい。変わったレベリーだ。これは出ますよ。リープインパクト出るか。リープインパクト出るか。超高速痛そう。痛そう。タイゲさんの技は上からピアノから私ですね、アイフラって肩の骨を折ったことがあるんですよ。それほど正直やってる。やばいね、みんなホントホント。はい、はい。
ってます。はい、NKW スポーツ保険入っております。はい、やばい、もう一回やるのか。はい、大腸返せよ。あーっと、ここはダクサちゃんだ。おい、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 ボヤハンズ、久々に見たボヤハンズ。今日この会場に赤ちゃんたくさん担当してますね。いや、ブンブン振りまして、最高。落ちてる、落ちてる、落ちてる。相撲でいうところのサバ折り。サバ折りですね。またちょっと違うらしいですからね。あ、確かに。はい、終わらせると、終わらせますか。あ、これは、これはコンパイ、超高角度のポストグラブ。あらてだね。しかるくらいだな。なんだこれ。すいません、コンパインというのは大変でしたけど、これは危険。アタックアウト。素晴らしい。ギブアップしてしまいました。ただいまの試合26分39秒、ギブアップにより大腸ケア選手の勝利。これにより大腸ケア選手王座防衛です。素晴らしい。すごい試合でしたね。いや、やっぱあの肉のたるみは本物だね。いや、もう王者の風格というか、最後もギブアップで生まれた人ね。はい、もう突き果ててますね、大丈夫、皆さん。さすがだぜ。なる、感慨深いですね。初参戦から、エルクラブ初参戦から7年 ?8 年ね、長かったですね。常にこの NKW 王座を目指してきたペンギン選手ですけども、今日負けてしまって、挑戦の列からは一番後ろになっちゃいますな。事実だからしょうがないですね。事実だから。でもね、その順番待ちを解消する方法があるんですよ。何？一緒にやりませんか。一緒に組んでしょ。そうすると前哨戦というのが組まれるわけだ。大長家はキングペンギン対挑戦者の誰かで、キングペンギンがその挑戦者を倒せばまた挑戦できる、そういうことってあるでしょう。今のまんまのポジションで順番をしっかり守る、それでいいんすか。プロレスさん、それでいいんすか。どうですか。なんという入れ知恵。なかなかちょっと政治的なね、悲しいだけどね、これですね。あまりすんな。もうとりあえず待って、俺今ラファントム、カジュアルとラファントムやってんだから、ちょっとまずはカジュアルさんの意見もちょっと聞かないと分かんないよ。俺たち決めらんねえよ。ちょっと待ってろ。ファントム、態度が悪い。さあ、真っ白なおじさんが今リングイン。ファントム、カジュアル、NKW の謎のおじさんです。大丈夫、大丈夫。いろんなものが後ろに、その辺まで行くと掃除が大変なんだよ。ゾンビ、そこでいいから。玉手箱開けたのかな？入れもしない。どういうことなんだろう。何を見せられてるんですかね、イベント後に。はい、しばらくもうしばらくお付き合いください。息はまとまったよ。早っ。俺の負債はこうだ。お願いします。ペンギン入っちゃう。おい。ペンギンさん。
そんな感じ。なんでだよ。試合の邪魔しやがってよ。そんな。天気も急に悪くなったけど。おいワンタム、俺分かったんだよ。お前が元凶なんだよ。お前のせいで今日の試合も勝てねえし、お前がいるから俺はタッグタイトルお前と組んで挑戦することもできない。だからな、俺はもうラブファントムにいることなんてな、俺のキャリアの無駄遣いなんだよこの野郎。急に悪い人になった。そしてなぜか日も照ってきた。どういうことだこれ。ラブにしてやるよ。おい、俺たち恥かかしたからな、こいつにも恥かかしてやるよ。おー、やるぞ、やるぞ、やめろ。何するんだぞ。おい、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 やめろ、やめろ、やめろ。ノーダメージじゃねえ。あとちょっとしかないんだ。おい、おい、びっくりしたな。次はもっと派手にいってやるからな。やめろ、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 やめろ。ハラスメント、ハラスメント、ハラスメント、じゃあ、はい、お疲れ様でした。ペンギさん、そんな感じだよ。お前も今度会ったら覚悟してけよ。なんでだよ、相棒どうすんだよ。ブー、悪いやつらにはみんなブーイングを。ブー、大丈夫かい、じいさん。じいさん、じいさん、怪我しないか。なんとかな。本当に相撲を取ることも。そう、その通り。大丈夫ですか。大丈夫、大丈夫、大丈夫、なかった。はい、ちょっと聞いてくれ。ありがとう。はい、ちょっと聞いてくれ。はい、はい、ということで、皆さん、カジノ公園の皆さん、NKW 初めてこのカジノ公園で大会をしました。どうでしたか。ありがとう。たくさんの人の協力があって今日できました。ありがとうございました。僕たち普段はですね、武蔵野公園とか東中学校とかでも試合をやったりしてます。ぜひTwitter とか Instagram、YouTube 見て、情報をねキャッチして、試合の生中継もありますし、小金井の他の場所で試合するときも見に来てください。ありがとうございます。また来るぜ。さて、悪いやつもいなくなったんで、NKW の合言葉があります。最後はみんなでそれをやって締めたいと思います。みんなやってくれるかな。じゃあ一回練習します。僕がアユレディって言ったら、イエーイ。That's good NKW。 最後ピースで、終わりです。はい、じゃあ行きます。 Are you ready? Yeah! That's good NKW。